こんにちは、歌一郎です。あなたは？私は、みーは？みーは？うん、みーは？みーは？うん、歌じゃも、歌じゃも、歌じゃも、歌だよ。歌だね、はい、うん、あれ、前回は何があったかな。ニーニーの、うん、総一郎さん、総一郎さんと通信でバトルをしたんだね。うん、総一郎は本当は100レベのポケモンばっか持ってるけど、手持ちがね、うん、30ちょっとぐらいのチームを作って、パーティーを作って、ボトム軍団を作ってくれて、それで対戦したりしました。で、あとはなんだっけ、対空の主っていうのと戦って、うん、苦いスパイスだっけ、苦スパイスっていうのを手に入れて、で、ミライドンが水に入れるようになったのかな。うん、そうそう、そうだね、そんなとこです。はい、じゃあハイダイのおっさんのとこ行きますか。ハイダイ、ハイダイ、あそこ、あそこ、あれ、うん、あの、降りちゃって、こっから降りれるの。降りれるでしょ、うん、降りた。あれ、これ持ってないね。あ、持ってるか。あれ、今あれ持ってた、あれ持ってた気がするけど、あ、今馬みたいなやつ、え、あれ持ってたよ。持ってるか。いきなり取れるかな。わかんない。ん、あれ、いけるかな。まあ、行ってみる。あ、ダメか。あ倒しちゃえ。うん、今一つ、うん、これ強いの。あー、多分あこの人喉の調子が悪いだそうです。なんかちょっと、あそこ、あそこ降りて、降りて、降りて。あの子持ってんだよね、確か。持ってる、前の動画だっけ。あ、ほら、あっちが、これもういきなりいけんの。うん、下に降りちゃって。あ、これなんだ、持ってる、持ってる気がする。え、これなんだ。あ、でもさ、持ってないか。違うさ、ポケモンにした方がいいのかな。うん、あの、ほら、取るためには。ちょっと待って、うん、ダメかな。だって、それが効果抜群だったりするかもしれないじゃん。確かに。もっと弱っちいのをとりあえず入れとけばいいのか。うん、あー、なんかレベル高くなっていくと、うん、その辺のさ、弱いポケモンがさ、うん、と戦いにくくなるんだよね。マジか、弱いのある、これ。でも弱いのあんま残してないもんね。うん、わかんない。ブレインキッスは強いんじゃないの。あー、全然ダメでした。あー、倒しちゃった。ソーリー。何してんの。ん、何してんの。ごめん、あっち側、そうそう、あそこ、ん、奥の方だよね。奥の方、奥の方、別に全然行けるよ。あ、ちょっと待って、ここ、何、ここ、そしてあそこのハイダイのおっさんのところ。違う違う違う、ハイダイの、こ、あの、ここのカラフシティ。おー、目的地設定。なんかポケモン集めんのちょっとしばらく。あ、あそこね、光。あ、ほんとだ。モンスターボール、モンスターボール、モンスターボール。あ、やば、モンキー地獄に放る。あれ、やだよね、モンキー地獄。一回あっち側。オッケーオッケー。コイン、コインを背負った。コインを背負ったって何、何意味かわかんない。あ、光、傷ぐすり、傷ぐすり、傷ぐすり。あれ、満タンかな。もともとそんな疲れてなかった。
まあいいや。休ませちゃおう。この人なんだっけ。あ、なんかポケモン勝負で、うん、なんかさ、このブロックに決められた人たちに、うん、うん、西一番エリアでピューニーのトレーナーに買った豪華な景品プレゼント。そうなの。そうそう、うん、うん、ジュムカつく。ピューニーいるかな、うん、こういうのやってる。あ、やったことはあるけどね。一回さ、行こうよ。うん、いや、なんだ、なんかすごい左行ったり右行ったりみたいな。もう戦えばいいか、とりあえず。バイバイ。あれ、羽根っこだっけ。どれ。あの、なんだ、水色のさ、水色で羽根が、あれ、ニャオローって。マスカーニャになるよ。やった、マスカーニャの方が強い。そうなの。かわいいし。うん、ほんとだ。普通にヤドーテよりマスカーニャかわいい。いいんじゃない。草と悪だね。なんか技も覚えた。技？技は覚えてないかな。あ、これ絶対必要。トリックフラワー。トリックフラワー忘れさせる。切り裂くいらない。トリックフラワー、威力の味。これいらない？待って。切り裂くいらない。だって威力で見るとこれの方が弱いよ。だけどマジカルリーフは普通にいる。いるの？うん。トンボ狩りはどう？70。切り裂くは？70。トリックフラワーは？70。70。同じだけど切り裂くのなくした方がいいよ。そうなの？うん。なんかこれ特性違くない？ほら、ん、特性ノーマルと。これノーマル。ノーマル、うーん、なんかノーマルの方が効くさ。ポケモンもいたりしないの？主要ポケモンでノーマルで効くのは、あ、あんまない。あんまないっていうかないな。そうなの。じゃあ変えちゃおうか。うん、うん、オッケー。はい、旗の方向かって。ちょっとあれ、羽根っこじゃなかったっけ。羽根っこじゃないよ。なんて言うんだっけ、これこれ。なんだっけ、飛行タイプの。なんだっけ。チルッチルッと、チュルッとチュルッと。捕まえられるかな。ハイパーボール。え、ダメ。ハイパーボール。あ、ハイパーか。待って、別にスーパーでもいいよ。あ、いけた。いけた、いけた。じゃん。肉にもいいかな。うん、トリトリ。取り残された。羽根っこってどんなんだっけ。羽根っこってなんかピンクの猫みたいな耳がある。うん、カサっぽいやつ。うーん、カサブカ。あー、あ、そっかそっか、これか。あれ、何、うん、ネルケさん。ネルケ。ネルケだった気がするけど。歌一郎か。校長先生。本当はどっちがいいんだろうな。どっちでもいいか。うん。校長先生。繰り返すが今の俺はネルケ。そういうことにしておいてくれ。まあ、認めたようなもんだよね、この言い方。歌一郎、まずは感謝するぜ。
おかげでスターダスト大作戦に加わることができたからな。目的は目的を、まあ、同じこと聞いてる気がする。スター団の問題とその謎、それを突き止めるためだ。謎、いじめで多くの生徒を退学に追い込んだ。アジトにこもってアカデミーを襲撃する計画を立てている。いくつかヤバい噂はあるが、あくまで噂レベル。今直面している一番の問題は、団員たちのあまりにも長い無断欠席、不登校の状況なんだ。こと5名の生徒、スター団でボスと呼ばれる生徒は1年以上学校に来ていない。加えて最近は下っ端たちがやんちゃを始めてるようで、だから私はスター団に解散を要望しました。そして要望を無視するならば退学してもらうほかないと。しかしスター団から返事はない。解散か退学かどちらかを選択する期限も迫っている。そんな折に聞こえたのがあなたとカシオペアの電話です。カシオペーパーペーパーカシオペーパー具体中央聞こえるか。ごにょにょ、続きはまたの機会に。ごにょり、それでは気をつけて。あれ言っちゃったよ。アジトが近いようだが誰かいたのか。誰もいません。誰もいません。ボスを一人倒したことでスター団は警戒を強めている。アジト攻略も以前より厳しいものになるだろう。くれぐれも注意してくれ。また連絡する。あれ、今からアジト行こうとしてる。あれ、パパ違うとこ来ちゃったのか。なんか、あそこの旗の方行ってほうがいい、うんうん、あれ、このさ地図のさ水玉みたいなマーク、何やの水みたいなマーク。ね、なんかテラスタでの結晶があるんだ。あ、だけど今は行かなくていいよ。あれはスター団とは関係ないのね。何も関係ない。あ、何も関係ないね。何にもって言ってるわけじゃないけど、なんか、うん、あれ、そっちの道の方から行かないといけない。ねえねえ、なんかすごい飛ばされたんだ。あ、やばい、ぶつかっちゃったし。あ、めんどくせえ。うんうん、よっと、あ、あれ、こっちじゃない。え、こっちじゃないの。でもこっちっぽいけど。あ、大丈夫、そこ飛び越えちゃって。え、飛び越えられるのこれ。うん、多分多分。あれ、 あっちからでもいいよ。あっちから。ここスターダのアジトっぽいよね。あっちから、スターダのあそこ降りちゃって、あそこ、ああ、うん、あ、これ水じゃないんだ。水って？あ、なんか水なのかと思ったよ。地面が。わ、この辺、地面がさ、水なのかと思った。砂漠。砂漠なんだね。ここのスター団は強いの？まあまあ。なんじゃこれ。はじめましてだけど。キモい。うん。あたり捕まえるから大丈夫しょ。大丈夫しょ。大丈夫しょ。死なそうだ。ここにめっちゃ星の砂落ちてる。そうなんだ。光ってるやつは大体星の砂。うん、まあいいか。いいや。ただここのカラフシティってところでね、めっちゃ高いやつ買ったんで。うん、あ、リュック？リュック8万円ぐらいの、うん、8万そんな高いリュック買ったことないな。あ、これなんだっけ、このポケモン。なんかコダックの進化。あ、コダックの進化だ、そうだそうだ。目的地到着。はい、じゃあ上行こうよ。あれ、ちょっと待って、とりあえず。あ、行けるようにね。ん？はい。あれ？あれ？構えちゃった。
ませよう。さぞ。あ、そっか、ここで一回休憩しないと、休ませないとまたここに飛んでこれないの？あー、うーん、多分。あー、うーん。ただ来ただけじゃダメなのかな。多分。だってさ、一度使ったさ、うん、やつはタクシー、うん、空飛ぶタクシーで行けるよって言ってたもん。うん。この人誰？お休み。ここはライドポケモンが一休みする場所さ。ライドした後はちゃんとねぎらってあげないとね。なんだ。さ、未来道も元トカゲの、うん、未来の姿。どこ行ったらいい？一番上行って。一番上どこ？そこで髪型変えられるんだよ。え、どれ？あ、これ？前の。あ、その隣にあるやつがクソ高いの。クソ高い。え、髪型変えられる。あ、そっかそっか。いらっしゃいませ。あれ、なんか。3000円か。やってもいいけど、なんか。やってみる？うん、いいけど。でも今のでも気に入ってるからいいか、とりあえず。うん。だね。ん？1週間に1回は変わってる。あ、そうなの？おしゃれじゃない？で、何を変えてんの？髪の長さとか？髪型。うーん。色は？色変えてるよ。うーん。あそこ、クソ高い。見る？見る。これか。ワンランク上のおしゃれ、ベルダーでございます。パパのやつ、うん、パパのお買い物で。ゴージャスタイツ。1万円。です。レザーリュック。こんな感じね。かわいい。なんか女の子っぽいね、ちょっとね。うん。うん。え、歌この辺買ったの？どれ？パープルストライブ。これ買ったの？ライブってやつとグリーンストライブ。え、2つも買ったの？うん。すごい。そうだった気がする。すごいね。ベレー帽。一番下かな。下のやつの方が可愛い。え、どれ？え、ベレーじゃなくて？ボーダーハットってやつ。違う、もうちょっと上。ボーダーハットってやつして。あー、これね。そのコーラーはもうちょっと上。もうちょっと。これ？ブラウン。ブラウンの方が。あ、これか。ああ、なるほど。似合うね。バタフライサングラス。サングラスもめっちゃ高いね。あ、シルバー。サングラスなの？これ、なんか。透明に見えるけど、あ、色が入ってんのもあんだ。お店出る？戻るやって。うん。うん、はい。あ、間違えた。はい。サングラス可愛い。お金が貯まったらサングラス買おうかな。これポケセン？あ、ポケセンじゃないか。なんだっけ？ジムね。うお、遅刻。あれ誰これ？え、ジムリーダー。あれ、ジムリーダーなの。あ、ハイダイさん。待ってください。歌が言ってたハイダイさんね。うん。あ、行っちゃった。忘れ物あるのに。もしかしてジムへの挑戦者さんですよね。はい。伊藤。あ、はいって言っちゃった。やっぱりそうですよね。先ほどの大きなおじさんはカラフジムリーダー、ハイダイ。彼ったらちょっぴりお茶目で市場に買い出しに行くのにナイフを忘れちゃったんです。ナイフ？あれ？あ、財布を。怖いよ。脅して。ゴッと。
強盗で強盗前提の買い物財布ねきっとハイダイさん困ってる親切な挑戦者さん確かに財布確かにナイフに見えるなんかさ料理人に見えたんだよパパ料理人だよ料理人に見えたからなんか料理にナイフ使うなと思ってたんだよそしたらねナイフって言っちゃったんだ財布を届けてくれませんか いえそしたらすみませんハイダイさんがいないとジムの挑戦もできませんし私も受付を離れられないんですそれではこちらお願いしますねなすりつけんのお前がやれそういう言い方やめてハイダイのナイフ大切なものポケットにしまったかわいいねかわいいおじさんなのにマリナードタウンの市場特別に届けてくれたらジムテストクリアとしますこれがジムテストだね西の砂漠を抜けた先マリナードタウンに向かいました砂漠は危険なポケモンも多いのでお気をつけてマリナードタウンなすりつけるなマリナードタウンってどこだろうわかる砂漠の先ってさこれかそうそうそうそこそことりあえずここはいはいそれで行こうはいそれでミライドに乗ってピョーンってここピョーンって行っちゃってうわそっちもピョーンってあ間違えた No 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 あれあ、バッシャーンバッシャーンあれこれもしかして水の中ずっと行けたりしないあれあ、もう砂漠か砂漠を抜けないといけないんだねあ、キラキラあ、もう落下したくせわいのこれ何くせわいくせわいっていう生物あなたすぐクソって言うのやめなさい生物よいしょ星の砂命がけで取るキラン、あれキラン星の砂あ、なんだこれこれ何これ知ってる小野の子町え、っていうの違うえクエスパトラクエルんクレオパトラみたいな39じゃんこれいけるこれ焼き尽くす解放者解放者最低コースお、強っ解放者結構入るじゃんこれ捕まえられるかな自分より強いのはなかなか捕まえらんない？そうじゃない。それでいくか。ふっぷん。俺をポンってやってポンってやろう。うん。ああ。お、うん。どうしよう。効果がない。あ、どっちも砂漠の嵐。迎えるかこれ。どうだ。ダメか。ダメか。ああ、やば。やば。いっか。あだけどもう投げちゃって。うん？あこれでもう一回投げる？ちょっと待って。うん？これで。うん。ちょっと待って説明が。捕まえる野生のポケモンが弱いほど捕まえやすくなる、うん、これそんなにレアじゃないこのボール。あとあと変えるから大丈夫。弱いほどでしょでも弱ってたらだったらいいかもしれない。どうしよう。
最高です。もう一回これでいくか。どう？後で買えば大丈夫。どれ？これ？あ、これ？違う、これ。これでいこう。いけるかな。お、いけたー。シェーイ。クエスパトラ。クエスパトラ。クレオパトラ。お。ラウルボーン。シャドーボールいるんじゃないの？シャドーボール。はい。はい。シャドーボールはどんなやつですか？はい、シャドーボールは80あるね。80。黒い影の塊。プレイヤー装具は80。解放者は90。焼き尽くすは60。噛みつくは？焼き尽くすと変えようかな。そうだね。これと、はい。ドランちゃん、ドランちゃんいいわ。ラウドボーンは焼き尽くすをしてと。はい。はい。OK。じゃあ向かいましょう。ちょっとあれ。おい。クレオパトラじゃないんだね。クエスパトラ。クレオがいいんだよね。クレオ。ちょっとあの。この子が大変だから入れ替えるかな。大丈夫大丈夫。あとで回復すればいいし。そう。うん。大丈夫大丈夫。こっち側行ってない。歌パイセンが言うならキラキラがたくさんある。柔らかい。あれ？え？あ、ロトカシオペアかい。あ、違う、ペパーだ。よう、歌一郎。この砂漠のどっかに土神の主がいるらしい。あとで捕まえるっていうか、戦いな、うん、さっきからちょいちょい地面が揺れて気分悪くてよ。悪いけど俺はちょい休んでから主探し再開させてもらうぜ。なんで任せる？なぜだ。なぜだ。お前の仕事だ。お前が頼んだからやってやったんだ。そうだ。あれなんだ。あれなんだっけ、あの像。あれが進化したやつか。うん。光光。よし、柔らかいっすね。そっちじゃない。通したした。あ、見えた見えた。で、あれ？はい。あと、キラキラ。キラキラ。キラキラ。どこだ？あ、この人強いかな。大丈夫。え？星の砂。キラ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 。これここにいると結構お金稼ぎになるんじゃないの？ん？ああ、うん、うん、はい。よっ、ラビンナードタウン着きましたよ。あれ？まだ？ああ、この人か。もうない、ないんだい。もうない、ないんだい。潮風に当てられてもけなげに咲くお花なんてかけがえがないんだい。あ、それがないんだいか。ニコ、心が優しいんだね。市場へ行かねば。ちょっと待ったって言わないの？ちょっと待った。あれ、なんで声かけなかったの？市場に行けばいいよ。これなんだっけ？ん？知ってる？これマフィティフの進化マイク。犬っぽいじゃん。オラチフ。オラチフだって。あ、そういえば弱いんだった今。あそこの時計線でやります。戦う。これは、うん、こっちの方が強いんだい。あっちまた。あ、キランガット。なんか。孫の耳。孫の耳。シャーン。シャーン。ティ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 ンティンティティティン。ポケセン。ティ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 ンティンティティティン。歌
たこの辺でさ、うん、ベトベターの色地見つけたんだ。あ、この辺で？うん。そうなんだ。この辺ベトベターがよくいるんだよね。うん。だから色地いる可能性あるよ。水は近いからかな。うん。ちょっとあの星の砂とかいるか。赤っか。あれキラキラのところ。そんなにゆっくり行かなくていいんだよ。どこ？下に。おお、ガッポガッポ。9000。おお。500円。よし。ななななななくどけく。ならないでくるくる。ボールを買っとくか。スーパーボール。あ、ネストボールあるじゃん。ん？ネストボールは弱いほどか。あ、そうだね。あ、だこれがあった方がいろんなの集められるね。84。20ぐらい買っとこうかな。いや、20。なんか。いや、みんな。パパさんのお金で。あれ、あ、LP 足んなかった。お小遣いで。はわわわわわわわ。プレミアボールくれた。ヒール、スーパーボールも、ハイパーボールなくないなんか。ハイパーはないね。リピートボールだね。あー、捕まえたこと。ネットボールは？水と、あー、どうなんだこれ。買った方がいいの？そんなに必要はないと。まあ、いいか、とりあえず。よし。じゃあ、こっちね。うん。あ、ベトベターだ。ベトベターさん。これの色違いがいたらね。うん。いいか、とりあえず。一回色違い見つけるとね、浮かれてね、うん、もう一個、あのね、あの、ここにいつも来てね、お前は色地じゃないか、色地じゃないかってやるんだよ。うん、でも。うん。おぉ、ない、ないんだい。ナイフがなーい。強盗しようとしたのに。このままでは目玉商品が誰かに買われちまう。ほろり。ほろり。ティッシュ、落ち着いてください。すぐ、ひとばしり。ひとばしりね。ひとばしりして。CEO 無事、探していきましょうから。うん。じゃじゃーん。じゃじゃーん。おっと、どうした？ハイダイの大将に何か用なら、ただいま取り込み中よ。邪魔するなら誰であろうと、一番弟子の足が許さんが。足。足。それでも忙しい足らに用事があるってのかい？ある。ある。聞き分けのない子供はちょっと静かになってもらおうか。いつもポケモン勝負だよね。なんでだろう。また勝負。なんか違う場所に来ちゃったよ。同じ場所だよ。え、そう。ジムトレーナーの水木が勝負を。なんだこれ。強い。戦う。弱い。シャドーボール。シャドーボールどんなやつ。何ね。お、やばい、抜群だ。ドーンと。うん。腕っぽう。このまま。腕っぽう、なんだろう。水ポケモンかな。水系、うん、だから、マスカーニョがいいと思う。マスカーニョね。36ビアベの、6ベベの。なんとかなんとか。腕っぽ。戦う。戦う。ハリバークだ。どうや。戦う。もう一体来る。だ。あ、勝った。ハイダイの対象すみません。
なんてこった、へそくりまですっからかんだ。へいらっしゃい、騒がしいがどうしたんだい。ここでへいらっしゃいっておかしくない？うん。は、ハイダイの大将、実はこの子供が財布をなくして一文無しのオイラなんかに。お客さん、一体何用なんだい。財布、ナイフ、ナイフ。財布を届けた。ナイフ。うお、オイラの財布だい。何、ジムの受付に言われて届けに来てくれたのかい。ガッハッハ、そいつは助かった、わざわざありがとうな。あ、それとうちの若い子が迷惑かけてすまんかった。若い子っていうのね。マリナード名物のセリでどうしても欲しい商品があってな。二人とも気が立っとったんだい。気が立っちっち。さあ寄っといてみておいで、本日ラストの商品だよ。ん、本日の目玉はこちら、応援地方産の伝説のワカメ。さあないかないか。うわうわ、触らずともわかる栄養が行き届いた弾力、光を反射してまばゆく照るあの艶、そしてほとばしる新鮮で芳醇な磯の香り。ほう、欲しい。お前さん、もしカラフジムにチャレンジするなら生きさが大事。いい機会だ、オイラの代わりにあの食材を競り落としてくれ。競りって、競りって、競りとは商品を買うため他のお客と競うこと。自分の持ち金と相談してより高い値段を入札した者が商品を買うことができるんだい。でい、軍資金のお小遣いだ、ちゃっかり競り落としてくれよ。うおー、どまえ、どうなんだ、どんどんあげちゃっていいよ。どうなんだ、競りで商品を勝ち取る。あれ、結局事務テストあるんじゃん。うん。応援地方産の伝説は1000円、あ、1万円から。1万5000円。1万5000円。他ないか？ 2 万。え、3万。3万入った。他は？ 4 万。4万。うん。やるなぁ。お、4万できた。OK、落札。うん、大人顔負けなせめぎ合い、ほう、大した問題。落札してくれたワカメをありがたくいただいとくよ。うん、なんて素晴らしい品だ。もし手に入らなかったら後ろ髪引かれるところだったわい。ないないけどな、後ろ髪ない、ないけどなっていうことね。使わなかった軍資金はお駄賃として受け取ってくれ。あれ、いくらもらったの？6万円ぐらい。うん、他のセリーで好きに使ってくれて構わんぞ。それじゃあ先にカラフジムに戻るとするかい。男ハイダイ、生きのいい勝負を用意して待っとるからな。待っとるからな。バイバイ。バイバイ。合格。勝てるかな。強い。え、な、ハイダイ。行ってみて。あ、ちょっと待って。おお。え、どこ？あっち側行ってみて。こっち？あっち側。ん？左？うん。あん？どこのこと言ってんの？うん。それでそこ曲がって。こっち？うん。それでまたこっち側に曲がって。うん？あれ。かわいい。あ、これ？うん、降りてやってみて。え、どうすればいいの？うん、そうそう。おう。てんてんてん。うん、これは。こっち側に上がることもできるよ。そっち側。あ、台があんのか。うん。よ、よ、お、よ、お、お。よ、よ、よ、あ、よ。あ、ほんとだ、かわいい。うん。ねえねえ、一回競りのところ行ってみてよ。
すり。あ、すごい。なんだこれ。すり抜けた。貫通している。ゲームってこういう貫通するとこが怖いよね。うん。ここか。うん。そこに売ってるんだよね、すり。どこだ。すごい傷薬とか、あいつはどうだろう、うん、タイマーボール、こっちは、こっちはが、ん、ガケガニスティック、お値打ちだよ。あ、いろんなのがあるんだね。うん、毎日変わるんだよね。え、そうなんだ。これは何も言わないよ。あ、これはね、あの、うん、なんかピクニックの材料とか。あー、こっちは、あ、こっちもそっか。そうだよ。ねえ、カラフシティもらっちゃう。オッケー。あ、ここ行こう。ちょっと待って。あの、主行った方がいい。これ？うん。あ、じゃあここ行く。ここ、オッケー。あ、ちょっと待って。ん？あ、ちょっと待って。あ、B、今 B にしちゃった。ちょっと待って。これだ。そうそう、うん、ついついね、 A と B 間違っちゃうんだよな。あれ、なんか、こっちからでいいのかな。そうそう、大丈夫大丈夫。引いちゃうよ。引いちゃうよ。だからそこの砂漠のとこ行って曲がる。いい傷です。よっ、かけるな。ペカはいるのかな。うん、このとこに入れた。途中から来るのかな。そうなの。なんだこれ。とにかく進むよ。あ、キランがいる。今キラン、いるから。こっちか。キラン、キラン柔らかいっすね。あれ、なんだ今の。あ、それが主ポケモン。え、これ、うん、いきなり行っちゃっていいのこれ。いいよ。え、めっちゃ強そうじゃない。未来ポケモンだけど大丈夫だよ。うん、あ、そうそうそう、ぶつかっていいんだよ。ぶつかって、ぶつかって。どこに、どこに。え、あそこにいるやつぶつかって。直接ぶつかんのね。あれ、なんかすごいいろんなとこ行っちゃうんだけど。これ大丈夫大丈夫だ。なんだこれ、雲。あの、さっきのさ、なんか象のやつの、うん、なんかさっきのこれ、うん、象の2台、うん、2台の姿、トロトロトロと思います。ハロー太一郎、こちらフトゥーダ。鉄の輪立ちは本来パルデアの大穴のポケモン。そうそう、くれぐれも注意して対処してて。なんか戦う。これいけんのかな。火炎とか効くのこれ。噛みつくにしてみる。え、間違えた。え、え、めっちゃ強いじゃん。え、全然だよこれ。先にやられそうだねこれ。待ってる。僕、傷、いい傷薬、うん、でもこれ回復しきらないねきっと。うん。一発でやられそうだな。あ、大丈夫だ。一発ではなかった。はい、戦うで、火炎放射とか、フレアソング。あ、あ、火炎にしよう。あ、あ、そうそう。あ、結構行くんだ、これ。ん？どこ行った？最初からそれにしとけばよかったね。確かに。はい、それで。目的地みたいなやつ持ってたやつ。あ、目的地になる。これ、うん、よし。ん、なになに。
こにいるの。いいの。間違えた。はい、はい、目的地に設定する。あ、またいた。そこにいる。うん、回復しなくていい？回した方がいいかもね。確認しとくか。ラウドボン。バック。バック。あ、でも回復するってあるよ、これ。ほら。使う。もう一回。さっきさ、なんかこれ持ってると回復するとかっていうのがあったけど、孫の実かな。ピンチの時 HP 回復するっていうのある。これ持たせてみようか。違う、食べさせるとだよ。え、持たせるよとって書いてあった。うんうん、待ってね、見てみるよ。回復する、持ち物を持たせる。ね、ほら、あ、ほら、持たせると、ポケモンに持たせるとって書いてある。嫌いな味だと混乱するらしい。え、そうなの。ダメかな。うん、持っといた方がいいと思う。とりあえずいいか。混乱するのちょっと嫌だし。相性があるのか。お、おりゃ、スパイス、スパイス、すす、スパイスゲットするぞ。ヌシの鉄の輪立ちは何かを食べ始めた。鉄の輪立ちは、ヨーペッパー。ウタイチロ、ヌシ見つけたみたいだな。へん、へん、あいつが土神のヌシ。あれってポケモンなのか。ポケモンだよ。なんか食って一段と元気になってそうだな。やべえ、太一郎踏ん張りどころだぜ。お前見てるだけだろ。ちゃんと戦ってくれるよ。本当？うん。じゃあ助けてくれ。ほら。あ、本当だ。戦うで。コビランって強いね。戦う。うん。フレアソング。フレアソング。はい。はい。この辺で捕まえたスコビラン。ピリッとホットに活躍してくれ。痛い。スコビラン怖い顔した。ラウドボーン、あ、ラウドボーンひるんじゃってるよ。もうダメじゃん。うん。ねえじゃん。頑張れよ。鉄の輪だち。うん。クリアさん。お、結構効くね。で次またフレアソングやったら、うん、戦う。フレアソング、はい。あ、でも減り切らない。あ、てかこれでフレアソングか。うん、 OK。 倒れた。おお、シュン、どこ行っちゃったの、あの子は。なんかさ、ポケモンって倒す、その辺のポケモン倒すとさ、なんか死んじゃうよね。うん、ね。勝った。勝った。ふん。結構上がる。上がった。ふん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 。鉄の輪たち。ウッシー、ウタイチロー、疲れちゃんだぜ。あいつ、ヌシっていうか、マジで何だったんだ。でも、どっかで見たことあるような。ペッパーも戦うことあるんだね。いつも戦ってくれるよ、ヌシの時は。そうなんだ。こないだ戦ってたっけ。戦ったけど、全然役に立ってなかった、ね。うん。あいつが食ってた秘伝スパイスはこの中にあるはずだ。戻ってこないうちにちゃっちゃか調査しようぜ。え、生きてんの？戻ってくる可能性があるのか。生きてんの？前と同じなら今回ももしかして、ん？やっぱりちゃんか。ちゃんか、ちゃん、ちゃん、なんか新
ペッパーさ、前も言ったけどさ、なんかさ、うん、おねある、おね、おね橋の気がする。本当にあった。間違いなくスパイスだぜ。スパイス、酸っぱいってことかな。うん、多分。見つけた。うお、やったぜ、ありがとうよ。歌一郎。何々、本によると、秘伝スパイスは、秘伝スパスパイスは、滋養強壮、栄養がいっぱい詰まってる。疲れた心と体によく効いて、みるみるうちに回復するんだと。こいつも料理して、食べさせれりゃ。よし、歌一郎、飯だ、飯。早速準備するぞ。うおー、ずりゃ、ずりゃ。お待ちどうさん。俺特製、気まぐれスパイスたっぷりサンドだ。毎回サンドだね。うん。サンドウィッチ。サンドイッチ。感謝の気持ちの主バッジも添えてな。料理。料理男子。土神の主クリア。女子力高い。うん。また未来堂にあげるの。あギャス。あギャス。ギャス。これ。たくまたかよ。最初からミライドンの分も作ってくれればいいのに。すんすん。ミライドンにサンドイッチをあげようか。あげる。あげる。ギャンス。ギャンス。うん。これでも言ってるつもりか。余分に作っといて正解だったぜ。あ、今度は作ってたんだ。だってさ、うん、前のはさ、知らなかった。そうだね。頑張って手伝ってくれてる歌一郎のためなんだからな。絶対にミライドンのためじゃないぞ。モトトカゲ。モトトカゲの。ガツガツ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 。うわー、あギャース。もしかしてまた何か滑空、すごいじゃん、空飛べるの。うん、なんかまた成長したんか。あギャ、やっぱ秘伝スパイスの効果ってば絶大だな。そうでなくちゃ困るけどよ。スンスン、あれ、スンスン、あ、その間に食べちゃうんじゃないの。あギャ、あん、触るな。お前のじゃない。アギャ、どうしたんだ。あ、すまん、大声出して。歌一郎にはちゃんと話しとくべきかもな。出てこい。ん、何何これ。マフィティフ。こいつはマフィティフ、俺の相棒さ。あギャー、あギャー。なんかおじいさんの犬みたいな。無言。さあ元気になるサンドイッチだぞ。ほらゆっくり食べろよ。少しずつでいい。ゆっくりゆっくり噛むんだぞ。元気になるかな。こいつしばらく前にちょっと大怪我しちまってさ、それ以来ずっと具合悪くて。傷薬は？傷薬は？傷薬でもポケモンセンターでも治んねえんだ。そっか。俺にとって大事なのはこいつマフィティフだけなんだ。マフィティフ。どんなことしてでも絶対治してやるって。ネットや本で治療法をたくさん調べてあらかた試してきた。どれもあんま効果なくて諦めかけてた。そんな時秘伝スパイスの存在にたどり着いたってわけだ。よく調べたね。 その本はって聞いて、よく仕上げた。あ、こっちしちゃったよ。父ちゃんの研究室で見つけたんだ。エリアゼロにて食べればたちまち元気になる。
不思議な植物を発見し、秘伝スパイスと名付けた。あ、違う。エリアゼロにて、食べればたちまち元気になる不思議な植物を発見し、秘伝スパイスと名付けたか。持ち帰り、パルデアの各地で育てようとしたが、育成途中のスパイスを周囲のポケモンが食べてしまい、巨大に成長した、パルデアの主ポケモンと呼ぶ。ああ、そうなんだ。そういうことなんだ。嘘みたいな話ばっか書いてある。誰も信じない。オカルト本さ。けど俺は本当だと思ってる。この本によれば、秘伝スパイスを5つ全部食うとどんな怪我も病気も治るらしい。実際前のスパイス食べたら、冷え切ったマフィティプの手足がちょっと暖かくなったんだぜ。あ、食べ終わったか？お、お、わわわ、マフィティフ、お前これって目見えてんのか？やったやった。ずっとずっとさ、目も開けなくって、俺すげえ心配で。うー、よかった、本当によかった。とペッパーいいやつな感じだね。うん、ペロペロ。うへぐへへ、目がつぶらすぎて開いてるのかわかんねえ。え、目開いてないのこれ。開いてる気がするけど。スパイスの力ってすげえ、やっぱ本物だよ。俺絶対にマフィティフを昔みたいに元気な姿にしてやるんだ。そういうわけだからさ、スパイス探しは残り3つ、一緒に頑張ろうな。あぎゃあぎゃあ。あぎゃぎゃーす。あぎゃぎゃーす。ロトロトロト。ハロー、タイチロー、こちらフトゥー。こちフトゥー。ミライドンがまた一つ本来の力を取り戻したようだな。なんでわかんの？なんでわかんの？ライド状態でジャンプ中 B ボタン、滑空が可能になったようだ。空中で B ボタンを押すと滑空ができるようになりました。滑空中にもう一度 B ボタンを押すと滑空をやめてその場で落下します。これからもミライドンをよろしく頼んだよ。あ、やり方知ってる。一回こうやってこうやってジャンプするでしょ、うん、それでもう一回押すと、おー、まあ、本当だ、本当だ、いいね。二回、めぐこどの爪、めぐろこ、めぐろこ、傷ぶすぎ。あれ、これ持ってないな、これ。チェー。今日はこれでやめようかな。チェー。ミダルバ。なんだっけ、捕まえ。弱いのが、これ。弱いほど捕まえやすくなる。ああ、でもこれじゃダメか。ハイパーボールもう一回いとくか。はい、あ、もう一回じゃないけど。いきなり無理かな。多分無理。ね。ダメだね。あ、どうしよう。一回ちょっとさ、この戦うのところ行ってくれる。それで噛みつくとか。噛みつくしてみる。バーン。ああ、よかった。いいね。よっしゃい。同じボールでいいかな。ああ、難しいな。どうしよう。こいつ虫タイプじゃない？うん、だからちょっと行ってくる。え、あと、あの、違う、あそこのボール。あ、ボール、ボール。うん、あの、ネットボール。あ、そうだ、虫が捕まえやすいんだよね。うん、虫と水か。なるほど。おお、さすが詩選手のおかげで捕まったぞ。さあ、詩選手。
名前つける。虫ほのおって。はい。じゃあ、歌選手に名前をお願いしましょう。じゃあ、うん、虫？虫。うん。虫。虫。よし、じゃあこれで今日は終わりましょうね。これでこと、プチチチチチチ。土神の主を捕まえ、あ、捕まったわけじゃないね。倒した。じゃあまたこれで終わりますね、今日は。アパッタです、バイバイ。ではまた。アパッタパッタ、バイバイ。はい。